南海ウイングバス南部南海ウイングバス南部本社営業所南海ウイングバス南部本社営業所は大阪府泉佐野市ひねのにある南海ウイングバス南部の営業所である営業所前には停留所はなく最寄り停留所は東側の不動場にあるヤンバルである南海電鉄バスからの分社エリアで泉佐野市や熊取町仙南市、阪南市などの仙南エリア さらに岸和田営業所の統合により、岸和田市、泉市と幅広い地域をカバーしている。他にコミュニティバスの運行受託も行っている。一方、不採南部の三崎町から先は不採さのため撤退し、現在は三崎町が有田交通株式会社三崎営業所に委託して、コミュニティバスを運行している。各系統の動向に関しては特に、 熊取方面に関しては、熊取駅発着便が増便される一方で、泉佐野駅発着便が減少傾向にある。2014年4月12日より、バス停留所名に番号表示及び車内放送に番号案内を実施している。2015年12月5日に、岸和田営業所が同営業所と統合された。これにより西は、反南市、東は、 泉島で幅広い営業エリアを持つことになった。泉南エリアは泉佐野駅前、熊取駅前発着が主であるが、イオンモールリンク泉南、小崎駅前などからも発着している。岸和田エリアは一部東岸和田駅前、泉中央駅からも発着するが、大半は岸和田駅前から発着する。東が、岡線は岸和田市東が、 岡町内において上下線ともに、同方向の外回り循環経路を取るため、上下線で系統が異なる。また、同線は、泉市にまたがっている。下記に記載されるは2020年3月1日、以前の系統番号を示す。阪南スカイタウン線停留所、車内放送番号案内表記、ST 小崎線停留所、車内放送番号案内表記、 お南海電鉄バス時代は、山中圏駅前まで運行されていた便も、存在していた。犬泣き船停留所、車内放送番号案内表記、愛一部、英語による、アナウンスあり。2016年7月より、姫野駅前停留所が、駅前ロータリー内に移設。同時に踏切を渡らない経路に変更された。2021年4月1日より724。 系統の終点が土丸から、姫野駅前となった。大阪観光大学線停留所、車内放送番号案内表記、OK2015、OK、年4月1日から、従来の特定輸送スクールバスを路線化。途中、姫野駅前に停車。南海熊取ニュータウン線停留所、車内放送番号案内表記、N 南海電鉄が開発した、熊取ニュータウンへの路線。 泉佐野駅からの便は、現便傾向で、熊取駅からの便がメインである。急行便は、熊取ニュータウン終点にある、関西医療大学の指定日に運行される。ただし、同大学へは、スクールバスも運行している。笛江熊取団地線泉佐野駅前、熊取駅前間は、泉佐野市役所前、段原公園前を経由する。停留所。 社内放送番号案内表記、D 熊取団地及び、大阪体育大学、大体大南小高校への足として運行している。2021年4月1日より、熊取団地を経由しない準急792、系統が新設された。熊取山手線泉佐野駅前、熊取駅前間は、泉佐野市役所前、泉明が丘を経由する。停留所。 車内放送番号案内表記、Y かつては、泉佐野駅たり泉佐野駅山の手台として運行されていた、系統を統合したものである。51系統は、南海電鉄バス時代は、水間駅前まで運行されていた。イオン臨空線、臨空ポート線停留所、車内放送番号案内表記、AR この路線では、英語での車内放送が行われている。 2020年8月12日の改正で、リンクプレミアムアウトレット停留所と767.768系統が新設された。イオン、砂川線停留所、車内放送番号案内表記、AS イオン、崎線停留所、車内放送番号案内表記、AO このエリアの路線は全て岸和田営業所廃止に、伴い移管されたものである。 牛滝線停留所、車内放送番号案内表記、U 福田線停留所、車内放送番号案内表記、F 沿線に、近畿職業能力開発大学校があり、同校の学生や、職員の輸送を担っている。2021年6月1日より、平日の日中は、田松駅前発着となり、九田松駅前で、地域巡回ローズバスと接続するダイヤとなった。 桂ツの先天神山、市宮巡環と、天神山町止め系統では、岸和田駅前、東岸和田駅前間は、岸和田警察署前を経由する。停留所、車内放送番号案内表記、京天神山方面に関しては、2017年3月までは、天神山巡環系統がなく、天神山町止め系統の51.5355、系統のみが運行されていた。 2019年9月28日改正で、東岸和田駅前ターミナルの本格運用開始を、受け東岸和田停留所を廃止し、全便が、東岸和田駅前へ乗り入れるようになった。2019年11月2日から2020年3月31日までの、土休日は、船と東原間で、デマンドタクシーの試験運行が行われていたため、当原発議の系統は、 白原車庫発着の系統に振り返られていた。東が、岡線停留所、車内放送番号案内表記、H かつては、東が、岡町止まりだったが、2005年4月より、泉中央駅まで延伸し、岸和田駅前行きのみ東が、岡町内に乗り入れるようになった。その後、2007年4月より、泉中央駅行きも町内に乗り入れるようになった。 近畿大学専修高校岸和田戦闘工事運行は、岸和田初直行と、東岸和田駅初確定の運行。下工事運行は、岸和田駅駅直行と、東岸和田駅駅確定、もしくは、岸和田駅駅確定を2回運行。泉大津戦闘工事運行は、泉大津便2便、泉府中便2便、福祉会館、初が、 野口便1便、泉中央便3便の運行下行時運行は、東港時と同本数もしくは、マイナス1便の本数で2回、運行。泉佐の先頭工事は、各系統1便ずつの運行下行時運行は、各系統1便ずつの運行もしくは、泉佐の便、熊取便、水間をガイト便を1便ずつ2回、運行オレンジバスオレンジバス、泉市。 ウィングバス南部と横山地域バス運営委員会が事業者となって運行されているコミュニティバス。横山地域を運行する。岸和田営業所廃止に伴い移管された。ローズバス、岸和田市のコミュニティバス。岸和田営業所廃止に伴い移管された。熊取町ひまわりバス、熊取町のコミュニティバス。 泉佐のコミュニティバス、泉佐の観光周遊バス、泉佐の、田尻、コミュニティバス泉佐のコミュニティバス、泉佐の観光周遊バスは、泉佐の市の、泉佐の、田尻、コミュニティバスは、泉佐の市と田尻町のコミュニティバス。仙南市爽やか、バス、仙南市のコミュニティバス。氾南市さつき号氾南市のコミュニティバス。停留所。 車内放送番号案内表記、計2013年4月1日に、試行運行目的で開設。便数は、朝5便、夜は、当初9便のち10便、所要時間は22分、運行距離は 7.6km、運賃は230円均一で、ダイヤは、小崎駅での上り特急電車との接続を、考慮していた。2016年3月31日に、 路線廃止となった。大阪府南部地区及び、木の川市総合館の通勤、通学として開設した路線である。また、小川駅から熊取駅まで、小川駅から和歌山駅経由で、大阪方面へ鉄道を利用するよりも本路線を利用する方が早くて安い。なお、停車駅が少ないことから、特急バスではあるが便宜上の名称であり、 運賃以外の特別料金は一切発生しない。路線名については、南海電鉄は、熊取小川線、和歌山バス長、水間鉄道は、小川熊取線という案内を行っていた。たるい、岩出線熊取、小川線同様に、和歌山県岩出と大阪府内を、ショートカットする路線で、和歌山バス長との共同路線であった。運行距離は、熊取、 小川線より短く、両駅間をおよそ30分前後で結んだ。泉砂川駅前後で京愛区間を走行するため、車両は両社とも小型車を使用して運行していた。設立は、熊取、小川線より新しく、和歌山県の補助などによって開設されたもので、鉄道路線計画の代替という位置づけの熊取、小川線とは異なっている。 なお、南海バスのウェブサイト上では、時刻表の検索はできず、電話での問い合わせで対応していた。熊取、小川線と異なり、両事業者ともスルッと関西カードが、使用可能な環境が整っていたにもかかわらず、スルッと関西共通カードが利用できず、フリー乗車券の類は一切使用できなかった。熊取、小川線が、和歌山バス長野単独運行となり、 カード類が利用可能となった後もこの制度は続けられたが、2012年10月より、和歌山バス長野単独運行となり、前述したカード類の利用が可能になった。金熊寺線もともとは、梅の名所として知られる、金熊寺へのアクセス路線として、つづら畑停留所まで南海電鉄時代より、運行され、後に、 仙南市と近畿大学和歌山キャンパスを結ぶ路線として延伸された。樽井岩出線開設後は、樽井駅前引くつづら畑間では、大半の停留場を通過する樽井岩出線に対する確定路線としての役割も、になっていた。この路線は、樽井岩出線開設後も並存していたが、後に、樽井岩出線の近畿大学経由便への統合により、 和歌山県内全区間が廃止となり、づら畑停流所止まりに戻った。そして2007年2月1日に、仙南市爽やかバスさん周りに統合され、たるい岩出線と同様泉砂川駅も経由するようになった。移管後も、南海ウイングバス南部所属の車両によるダイソーが、たびたび見られる。スルッと関西共通カードについては、津々畑北の大阪府内のみ、 利用可能となっており、フリー乗車券の類も、つづら畑近畿大学間のみ利用できなかった。このため、フリー乗車券利用の乗客も、利用区間を示すために整理券が必須であった。同線が、つづら畑止まりとなって以降、金熊寺線は全線利用可能、たるい岩出線は全線利用不可能と、同じルートを走る、路線同士で差異が存在した。 ただし2013年現在、前述の通り金熊寺線のコミュニティバス遺憾と、たるい岩出線の一社運行下により、当時とは利用可能環境が逆になっている。平成18年度から平成20年度まで運行。1日15便程度の運行だった。ありがとうございます。